こんにちは、三次郎です。今回は何かと言うたらね、何高いな、マイナポイント登録したぜみたいなね、59歳スマホ音痴の僕がみたいなね、ことでお送りしたいと思います。マイナポイントでみんなご存知だと思うんですけど、マイナカード、なんか個人情報が取ったら取ったら言うて、それを、前からなんか紐付けて取ったら取ったらなんですけど、マイナカードはね、だからマイナカードのなんちゅうの、このちゃんとした免許証みたいなやつをまず作らんとあきませんねんね。それはもう早うに言うか、去年に作っとったんですけど、でそれ申請してから来るまで結構日にちかかりましたわ。なんか忘れた頃にやってくるみたいなね。ほんでそれを作らなあかんのが絶対なんですけど、それを作ってその免許証みたいなマイナンバーのカードをなんかいろいろ紐付けたら、紐付ける、まあ、言うと私やったらこのライフのカードに紐付けたんですけど、こういうなんか前言ったらクレジットカードでもいいみたいなんですけど、薬局のカードとかね、まあ、それはあの何でもいいんですけど、それを紐付けたら1万2割5分やったかな、2割5分扶養率 25%、 前言ったら1万円こういうカードに入れたら2500円、2万円入れたら5000円、だからマックスが5000円みたいなんですね。だから5000円、まあ2万円入れたら5000円もらえるみたいなね、っていうことなんですね。でそのカード作るのね、免許証みたいな個人情報のやつ、まあこれなんちゅうの賛否、前そういう話させてもらったことあるんですけど、あんまりええことないでみたいなね、なんちゅうの、お宅の何貯金のこととか全部わかんでみたいな、銀行全部紐付けされてるでとか、税金が取ったらこったらみんなわかんねんでって言われたことあるんですけど、貯金ないしね、別に隠すことあれへんしね、それ財産のガサある人はねよう考えなあかんかもしれんすけど、私らはそれよりも5000円もらいに行きましたっていうことで、5000円もらうんですよ。2万円なかったらもらわれへんわけやしね、もうこの辺も非常にね貧乏人にとっては厳しい話で、2万円使ってやっと5000円もらえるというね、ということで要登録いうかね、そっからなかなか1000円買ったんですけど、まして全部このスマホで操作せなきませんやん、まあ、それもまた億劫でね、なかなか1000円買ったんがやっとしましたんで、ほんでね私はねこのライフのカードに前で2万円掘り込んで5000円つけてもうたんですけど、ライフのカードね、ちょっと待ってくれっしゃ、よいしょ、あ、ライフのカード別にいらんのか、そのマイナンバーカード言うてね、前たらマイナンバーカード言うてあるんですよ、免許証みたいなやつね、それを用意してもうて、まあ別にやり方どうでもええから、そんなみんな分かってはるよね。ほんでね、一番往生、何回やってもできへんかったんですよ、私も。ここにもやり方書いてあるんですけど、その、マイナンバー、これライフのカードですけど、これをマイナンバーカードとしますね。これマイナンバーカードね。で、なんかこのマイナンバーカードの情報を、スマホからスキャンするんですね。で、こないせい言うて見本出るんですよ。こうしてスキャンしますよ、スキャンしますよ言うてね。で、スキャン、なんて書いてあったかな。スキ
スキャンがどったらこったら言うてね、スキャンの準備中とか言って出るんですよ。スキャンの準備中みたいなね。で、そんなずっと撮って、そんな5秒経ってもそんなやったらおかしいなぁ思って、で、また一回やり直しますね。またやって、スキャンの準備中って、何も準備中から動けへんし、不安になりますやん。で、またやめるって、何回もやってますね。おかしいなぁ思って。んな、要はね、やり方にコツがあってね、なんかこう、微妙に、こう、離してやってまして、ここ。このマイナンバーカードとスマホをこう離して距離を空けてこうやっとったんですけど、正解いうか一番いいのはくっつけるみたいな、こうやってこの辺で、場所的にはこの辺でくっつける、もしくは1センチぐらい離すって書いてました。だからこう離しすぎたらあかん、離しすぎたらあかん、そんな分かりませんやん。こんなね、見ただけじゃ分かれんすよ。くっつけろって書いとったらいいんやけど、離しても1センチって書いとったらいいんですけど、そんな書いとらんからね。私はもうずっと離してやっとって、正解はくっつける、もしくは1センチ離すっていうこと、それが言いたかった、知ったかぶりしたかった、はい。っていうことで、もうめっちゃ億劫なおっさんができたんでね、5000円2万円あるぞいう人はぜひ5000円取りに行ってください。はい、いろんなカードでできますんで、それが言いたかったんかな、それだけやと思います。はい、登録できへんすね。あ、ほんで iPhone とね、もう一個は何しますの、 Android って言いますの、 iPhone と Android ってあるんですけど、私は iPhone なんですよ。 Android は Android でまたやり方があるみたいでね、それはまたなんか微妙に違うみたいですわ。はい、ということで、プチ知ったかぶり情報ということで、はいですね、はい、以上です。ではでは、はい、失礼いたします。大国はばかりさん、さよなら。チャンネル登録お願いします。